演芸さんが先に言っちゃった。どうもどうもこれにしようとしています。打ち上げがてら、はい、乾杯。そうですね、もう本当にね、ありがとうございました。ありがとうございました。そうやって何回も消しよう。どうも何回も消しよう。多分70ぐらいですよ。これ美味しいんですよ。これ ね、これ気になりますね。すごい美味しい。おすごいな。いただきます。うまい。炭ですね、花火の味がしますね。花火の味がします。いや、ひと夏の思い出の味がする。味、これはね、あの、蛇の味がしますね。蛇の味がしますね。蛇花火だ、黒いから。あ、でも、わかる。蛇花火の味じゃないですか、これ。あ、わかる。香りがね、食べたことはないですよ、ないですけど。でも、この香りは、蛇花火かもしれない。蛇花火味ですよ。好きですけどね、花火で。また、これにつつも、これにしようとしている。2回目ですけど、だん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 。俺は見えない。じゃがじゃん、だけ見えない感じ。これと後ろタペストリー。おー、完売ですね。今回はなんと3って入ってますよ。3ですね。昼よりいらしていただいた方もいらっしゃるので、その方は昼夜なので2回名前が入ってます。2枚入ってます。抽選、あの、当選確率が2倍になっている。おなります。おお、2倍、はい。でも今回これ、ほら、あの、3じゃないですか。あ、3、はい、3だから、はい、まあ、やっぱこのサードチャンスっていうのがね。サードチャンス、それで今この中にセカンドチャンスまで入ってますから、うん、はいはい。その最後当たったら、もう一回、あ、もう一回、一回勝って、もう一回引いて、もう一回3人でじゃんけんから始まるって。ああ、そういうことね。だから計6回引かれるってことですね。そういうことね。で、その中から決勝戦みたいになってくる。ああ、カズさん、行きますか。行きますか。バースデーボーイから。僕から。見せるの。わあ、はあはあはあ。あ、これそうなんだ。せーの、つくか。あ、そうだ、そういうことで、私から。アミはツッキー。おお、じゃあ僕武士。うお、ハーなんです。おお、いきましょうか。最初はグー、じゃんけんぽん。お、一人勝ちした。イエーイ。弱いっすね、俺。バンビめちゃくちゃ弱いです。めちゃくちゃ弱いんですよ。弱くて有名なんですよ。やばい、最弱ですよ。相当弱いって言ってて、結局僕ら負けた気がします。やばい、最弱ですね、僕ら。ということで、ということで、ツッキー、ハナさん、すいません。武者、ごめん。1回目落ちました。ツッキー、武者、これでもう目がない。ちょっとこの、ああ、そうです、蛇花火食べる。蛇花火をちょっと一個ね、ケーキ漬けに。確かに口の中が蛇花火になるんで。口の中蛇花火。いや、完全に蛇花火だ、これ。これちょっとどうなんすか。言われれば言われるほど蛇花火になって、これが癖になるんですよ。いや、みんなに食べてもらいたい、これ。とね、感想が聞きたいな、これ。多分気になるだろうな、みんな、これ。この年代はきっと子供の時にこの蛇花火を味わってると思うんですよ。やりましたね。口の中に結構来てた。来てますね。なんか来たな、来たな、こちらってなった時の蛇花火になった気がする。鼻の中とか蛇花火になっちゃったね。真っ黒、真っ黒で。さあもう一回弾きますか。これですね。じゃあ僕らはもう一回弾かなきゃいけない。そういうことですよね。そういうことですよね。じゃあ、ちょっと僕からやってみようかな。ちょっと私もこれ勝ち抜いていくから。すいません。これは見ないで。見ますか。そうですね、今の時に名前を。ああ。笑ってる。すごい笑ってる。これ、こういうパターンなんだな、今日は。加藤明さん。夜だけの2人引いて、このパターンやばいですね。こちら、福島さん。福島さん、どっちが残る。落とせ。あ、次は落ちた。
落ちた、落としたよ、次。大丈夫だよ、次。うわー、最初はグー、じゃんけんぽい。えー、最初は、一発で。前回も負けた気がするんだよな、試しにやってみて。え、福島くん、ごめん。ダメだった。ダメです。これ僕決まりで、またあの3回目のこれこそ本当の3ということで、審査にもう一人トリプルチャンス。もう一回いきますか、じゃあ。僕はもうこれで、それでもう一回いきますか。敗者敗者です。で3人でジャンケンします。じゃん。じゃん。どうなった？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 高子さん、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 高子さん
さあ、さあ、さあ、私の気持ち、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、ドキドキする。おー、ドキドキする。最初はグー、じゃんけんぽい。クッキーおめでとうございます。勝てませんでした。勝てませんでした。勝てませんでした。ツッキーすげえ。ツッキー勝ち抜きました。ってことは最後まで残ってた。やっぱ最初の最初からずっと残ってた。最初の、うん、最初からこれはもうツッキーに行くことになってた。なってたということですね。さあ皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ツッキーにはこちらを送らせていただきます。おめでとう。おめでとう。シンさんいつもありがとうございます。すみません。来年もぜひよろしくお願いします。私たちは今日会場でもご案内していたグッズをベースショップでお願いしますので、はい、数少ないんですけど、よかったら週末の番組のオンラインショップもご覧ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、では、うん、またねー。バイバーイ。バイバーイ。どうしよう。74歳。いろんな人とジャンケンする。本当にバンビが弱い。このくらい弱いのか。ああ。わかんないよ。いよもう。ロードオブ原田みたいな。原田への道みたいな。ロードオブ原田。